どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているアメリカ人コーテッツティルです。これはサンダード。なんか俺と暗闇の森とかホロナイトみたいなメトロイドバニアゲームですね。まあ、最近ホラーゲームばっかりやってるので、ホラー以外のジャンルのゲームもやってみようかなと思いますが、なんかすごい世界観ですね。まあ、見ての通りなんか砂嵐ですが、お、俺は何でしょう、異物遺跡かな。う、なんだだ、なんでこうなるの。あ、女の人の声。お、上の世界と全然違う。A Day Jump、見ての通り日本語版ですね。ちょっとびっくりしました。長押し、あ、高くジャンプ。なんかそれ触るとダメージ食らっちゃうかな。壁を、壁ジャンプ、なるほど。あれ、そのついてるって、その漢字が間違ってたかな。いや、俺は日本人じゃないからわからないんだけど、それはなんか到着のつくじゃなかったっけ。こうやって、なるほど。あ、これがプラットフォーム。ふっ、お、ビデロールだね。にょいった。あ、スタミナが、エネルギーが、なるほど。レフトショルダーで、霊薬っていう？おー、なんか魂の薬ってことかな？ほー、じゃあそれ、別に使う必要はなかったんだから、だけど。よし、ロール、あ、あ、空中でロールできないんだ。ふっ、あ、霊薬ゲット。で、ゼクセイ、ずすす、変な名前が。エシ、俺はエシ。おお。え？どういうこと？武器になってくれるとありがたいんだが。いやー、初対面の人？何かの言うことを従う意味ないかな。俺がやってわけ、やってるわけじゃない。あー、俺は女の人だね。なるほど。え、その武器はどこから？わかんない。手から？これが、ドア、かかってるようだね。じゃあ、下に行くって、ゲームがそう言ってるかな？で、ここは、マップ。マップあるんだね。じゃあ、なんか、エネルギーの問題になってるよね。じゃあ、それどうやってチャージする？わかんないね。とりあえず、下に、降りましょう。これ、壊せるかな？お！あれ？なんか入ってた。それが、通貨、みたいなものかな？お金っていうか、これがダークソウルみたいなゲームだと、ソウルみたいな、もの？でもそれで一体何ができるんだろう？後でアップグレードとか？お、なんね。
どっから？いや、へい。いきなり戦いに。じゃあ下に、あ、上行けばよかった。いるね。なんだこいつ。あ、え、ちょ、え、こ、な。こっちには何かあるのかな？あ、別のルートがありそう。痛い。あ、かかってるっていうか、なるほど、ダブルジャンプが必要のようだね。それ、触りたくない。よし。俺ジャンプ。ああ、かっこえる。う、いやいちょ、ギリギリ。ちょ、来るな。来るな。あ、早く倒さなきゃ。早く倒さないと、数が、痛い。エネルギーが。痛い。そんなに痛くはないんだけど。痛い、そのクソ、植物の方が痛い。じゃあ下に、ダブルジャンプはどこだろう。おお。これ入れないんだね。何かのトリガーとかスイッチがあるかな。なるほど。こうして、あ、ちょっとかかってるけど、あ、あれは何だろう。お、すごいマークがついてるんだけど、なんでこれは。いい目からしからか。何の言語かな？ゲーム内だけ使われてる言語かな？それかリアルの？なんだ？シールド。ダメージ。ああ、それがリチャージしてくるよね？なら、なんか言ってるね。あ、だと思った。え、あ、開かないと思ったけど。ダブルジャンプいらない。上に何もないから。ちょっと違う。これ使いましょう。じゃあこれから、え、あれはなんだ？あれはなんだろう。届けない。入れない。あ、もしかして、そのドア、なんだこいつら。なんかすると、痛い。でも、シールドがあるから、全然、大丈夫ね。大丈夫ね。ああ。いやあよし。あ、別にソウルもらってないけど、それで。何と呼ぶんだろうね。何と呼べばいい。ソウルじゃないよね。お金？オーブ？オーブと呼ぼう。いるね。う。え？二体？いつの間にか。よし。上に行きたいんだが。ふっ。じゃあ、死んだらどうなる？先のアップグレード手に入ったところに戻るってこと？別にセーブエリアとかまだ見つけてないんだけど。痛い。
やばい、多すぎシールドがあってよかった。てかこっちなんもない。わお、大きいねここ。ゆっくりしていこう。あ、なんか聞こえる。あ、これだ。おお、血にはだと思った。なるほど。たくさん入ってますね。いいね。秘密とかありそう。まあ、ホロナイトをちょっと思い出しますね。あと、どうした？さっきの声。なんか、また、13歳の子供になって。いやー、その年の俺に戻れれば。いろんなことを直してみたいかな。もっと若い頃から日本語を学ぶっていう。いい。やめて。うえ。いや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 、ちょ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 。撤退。撤退。なんでこんなにいるわけ？シールド。お願いシールド。早く回復。今がチャンスなわけない。来る。なんでこんなにいるの。まあ、あの真ん中の難易度を選んだけど、こんなに難しくこんなに難しいとは。まあ、え、うう、痛い。イージー選んだ方が良かったかな。上になんもね。じゃあ、お、一気に、痛い。痛い。よし、次のアップグレードか、ボスのところに行きましょう。そのボス、あ、それかっこいい。空中での、おー、いるね。ねえ、ねえ、やめて。いや、だから、やめてって。いる。え？こいつ倒さないとずっとついてくる？いや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 、ついてこられるはずがある。ちょ、いい、え、いい、よし。ここどこ？俺が目的地 A2 研究所。なんの、なんで赤くなったの。これがダンジョンっていう。あとはね、これが単発かオンショットか、シリーズにするか。あ、これあー、ショートカット。なーるほど。まあ、これシリーズ化するかどうか。いってです。なんだ、アラテの敵が。うわっ。はい、あの、偶然で避けたんだけど。ああ、なんで敵がこんなにいるの。早くなんで、え、ちょ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 っと待って。空中でロールできないから、それさえできればなんとかなるかも。ちょっと逃げましょう。いやいや、ちょっと待ってよ。いやー、無理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 。いい、ちょっと回復。逃げましょう逃げましょう。
いつ倒せなきゃ。あ、プログレス。よし。おー、一安心だね。なんでこんなにいたわけ。あ、ちょ、あ、上にもしかして。あ、なるほど。じゃあこれが、なんもない。空中の攻撃はかっこいいね。まだ早く。こいついいで、本当にシールドがあって嬉しい。それなければ、こい。おお、来やがった。すごい狙い。こっちに何かあるかな。お、あ、ショートカットかな。のボス、ボスかな。じゃあ最初のボスまで続け。いってて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 、やばい。回復アイテムないからちょっと無理かな、最初のボス。あ、こいつ攻撃するとその攻撃、あいつの攻撃止められるようだが、が。こいつ早く片付けないと。え、後でシールドとか、いい耐力とかダメージとか、なんでなんで、いや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 、ちょっと撤退。あ、これも終わる。うわちょ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 、やめてこら。無理じゃね、この難易度無理じゃね。よし、あ、これ違う？これどうやって、いっ、お、開ける。あれ、なんか壊した。いや、あ、上にあれがある、あれがあると分かっても、それ知っても、知ったところで別に何もできない。やっぱり関係があるんだね。でもどういうこと？どういう意味？ああ、このダンジョンで手にするもので、そのドアを開けるんだけど？そうかもね。じゃあ戻るしかない。え、ちょっと待って。霊薬、回復した。いつの間にか、あのドア開けた瞬間？こっちにまだ来てない。てか敵はどうした？さっきすごい風だったけど。あ？なんて？なんて？あ、これ、入れなかった？あ、これだ！ん？守り？ちょ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 、なんと？ああ。じゃあ、それ、どうやってどうやって戻る？えい。これ、ちょっとエネルギーが必要だって？え、な。あ、左になんかありそう。その守りが、なんか、お、エネルギーなんか？エネルギーがなんか、あ、これも終わる。よし。あ、ちょ、来るんじゃない？違う？おー、ここで、なんで落ちる？なん
かある？なんだこの部屋。あ、霊薬だ。これ以上持てないんだ。なるほど。おお、じゃあ先のところに戻るともしかしてドアが開く？やばい。あ、違う。これその前にな。ちょ、これがボスじゃないのに。死ぬー。あ、よかった。そんなに、あんなに霊薬があってよかった。あ、倒した？あ、いいで。あ、シールドだ。シールドだけだった。回復。倒してない。まだ倒してないあいつ。なんか休んでるだけ。あ、倒した。取り倒した。あ、いい。なんなんだよこのスナイパー野郎。このどこがフェア？フェアじゃないだろう。ちょっと、やばい。シールド。こいつにはシールドがあるんだ。まあそうだね、俺にもシールドがあるからそうなるよね。はあ、うわ、集中。まあ多分こいつら倒すとリスポーンしてこないだろうよな。だろうけど。よし。あ、なんだその箱。なんか入ってる？入ってた。よし、この弾を破壊してから、そのスナイパーの二人を。ふう、なんだ？暴挙？を倒した。ふう。え、二人いるの？え、もっと？上か。え？の。一丁？そしたらどっから？やっと出れる。じゃあボスのところ？それかあれがボスだった？ああ、なんかレーザービームが。なんでお前らダメージ食らわないの？そのレーザービームで。なんで主人公だけ？早く。よし。じゃあ、あの、ボスみたいなところ？思ったより長い動画になってますが、割と面白いゲーム。あ、さっきのやつだね。あ、上に。いける？ちょっと待って。うえ、なんでお前ら、なんでお前らがいる。やめてそのシールド。まあ簡単に倒せますが。もしかしてこれが開きました？なんだこれ。え？どういうこと？
コロロロロロロロハロロハロロハロコロロロロロなんだこの部屋。これ欲しい。お願い。早くくれ。すごい持ってますね。あのオーブが。でもそれで一体何ができるんだろう。オーロ。怒ってるね。こいつら。よっ。消えた。うわ、新手の敵がなちょっと待って、いっと逃げましょう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 よ。いや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 、ちょ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 、分かった、あのこいつら虫、なんでこんなにいるの？なんでお前らが壁にいるの？やばい、やばい、ああ死ぬ、死んだ、死んだ、いえ、うわ、と、抵抗せよ、あるいは受け入れよ、何、ダメージ？するに決まってるだろうが、え？うお、なんだこれ、スキルツリー？おお、ああ、そうか、これ高めだと、あ、これも同じだね。じゃあこれも持ってますね。あ、俺アップグレードできる。あ、シールド。やった。あと次は防御。あー、これがいいかも。体力。両方がいい。両方がいい。あ、でもダメージとか。ダメージ。あー。何がいいかな。防御。両方がいいよね。俺がシールド。あー。俺もいい。俺は、自動再生。あー。なるほど。だか、俺結構持ってますね。じゃあ、これ、よし。ダメージアップ。あとはシャード、これがシールド、なるほど。耐える欲も、あ、あー、わかった。多分買えば買うほど他のやつの値段も上がるよね。わかりました。いや、よかったね、アップグレードがあって。それがなければあの無理かな。まあ、ということで、今日ここまでしときますね。聞いていただいてありがとうございました。皆さんどう思われますか？これシリーズ化しましょうか？まあ、なかなか面白いゲームですね。あと、最初のボスちょっと気になりますよね。では、次へ。